消えろ。ひざまずけ、すべてを屈服させてやる。あら、あなたが新しくやってきた魚師ね。私があなたの訓練の担当教官よ。この授業はよく聞くことね。さもない魚師として独り立ちしたいなら、第一準備はいいかしら。このストーリーに挑戦。自慢にもなんない。
ここをタップして魚種リストを開いて能力を上げたい従業まずこの魚種の次は強化ボタン全て強化のボタンより強力なレーグが手にでは今回は少し厄介な敵よ。羽付き人の力を見せてやるぜ。ざっと一丁上がり。さあ帰ってみよう。魚種リストを開いて好きさーてレベルアップをタップ少し難しい。
の魅力を前にひざまずくがいい。自慢にもなんねえ。さあ、これ噂によるとこの占いルームは夜叉を占い師から手に入れ、一度試してみましょう。属性にいるものよ。新しいメンバーの助け、早く戦いを始める前に、ここをタップして夜叉特性。授業サボってこれからどっか遊びに行かね。ここでは留守。魚師はそれぞれ得意な分野が異なるため、協力して様々な敵を倒すことができます。今回はシャオエンを使って敵を倒してみましょう。この者たちが私の修行の相手なのですか？Ah!
魚師に逆らうとはこういうことなのです。